335スクラップもあれば、馬を買って JAS 航空みたいなやつも使えて、レビューで半額、意味わからんって。行くとこまで行ったのあいつ。7363-7070-7070。お電話ありがとうございます。 JSA 航空ですけども、先生、お願いしたいんですけど。はい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 。個人様でしょうか、団体様でしょうか。個人です。個人様、わかりました。そしたらですね、はい、初回サービスがですね、先ほどなくなってしまってですね、固定料金50スクラップでどこからどこまででもっていうサービスになったんですけども、大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、そしたら先ほどのご自宅まで、ご自宅までお迎えに上がったら大丈夫ですかね。覚えてるんですか。はい、覚えてますよ。もちろんそれお客様の一つ一つ個人情報は守秘義務として、大事に、JAS 航空が握らせていただいております。はい、じゃあご自宅でお願いします。はい、失礼します。そしたら2分以内にお伺いできると思いますので、50発の準備を済ましてお待ちください。はい、失礼します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 。キモいキモいキモい、行き過ぎ、はい、行き過ぎたプロ。はい、失礼します。失礼します。失礼します。バグってんのかな、向こうから綺麗にやつだ。申し訳ないな、これバグってるっぽいな。失礼します。はい、失礼します。失礼します。これバグってるっぽいな。プロ意識すげー。